はい、皆さんどうもこんにちは。パピブペパルパル、どうもパルパルです。ですね、今回はまた VR ということで、先に見方を説明しておきます。スマホの方はスマホを持ったままちょっと体をくるりと回していただくとですね、視点が変わると思います。で、ブラウザの方は左上の丸い、アイコンか、もしくはカーソルを、ドラッグ、画面を掴んで移動していただくと、視点が変わります。で、今回はですね、フロントと私の、乗ってる姿が見れますで、これはライディングクラブっていうのの日なので、前にこう他の車両が並んで走ってます。まだ完熟走行中なんですけども、これをずっと見ててもつまらないかなと思うので、この辺から、走ってる時に切り替えます。どうかな。あ、切り替わりました。はい、これで、今ストレートに入っていくところですね。ここからストレートに入っていきます。で、まあちょっと今日はね、そう、ちなみにお尻は出ません前と私の乗ってる姿で、まあどんどん抜かれていくんですけど、とりあえず、あとここくるって回るんで、ちょっとはい回ります。事情により、うまくこう角度をですね変えられなくて、なんか360度なんだけど、なぜか180度までしか移動できなくて、で多分やり方があると思うんだけど、コーナーのとこでちょっと一回転しちゃうので、酔いそうだなって方はちょっと目を外していただいたりとか、そのシーンだけしていただけると、ここも多分回りますありがたいですね。そう、前回はね、コメントでもあったんですけど、ちょっと勝手にくるくるね動いちゃってたんですよ。でも今回は視点が固定されるようにちょっと編集してみたので、どうでしょうか。一応固定されて、フロントに固定するようにしてるので、回ってもこう動かない、勝手に映像が回っていかないと思うんですけど、で私的には自分でもこの映像を結構撮ってから放置プレイしてて、また回りますね。で、放置をすごいしていたので、なんか新鮮で、すごくこんなにこうなんだろう結構自分で言うのもなんだけど、まあ頑張ったみたいな感じでございます。はい、でこれは5分ぐらいにしました。今回は5分の映像になってます。一周してちょっと走って、はい、また回りますね。はい、次回って、でなんかなぜかね、途中から一回転しなくてもコーナーが撮影じゃないや、そのまんま流せるようになぜかなったので、カメラ回らなくなるんですけど、まだ回りますね。こことか、ここはヘアピンです。でここからストレートに入っていきます。バックストレートですね。 MotoGP だと300キロぐらい出るのかな。300キロとかね、結構わけわかんないですよね。私がだって150キロ、170キロ、180キロ出せるか出せないかだから、いやー、だってそれのね倍近くで走ってるって、もうなんか意味がわかんないですねっていうはい、で今フロント見てた方は黄色いコーンが見えたと思うんですけど、あれはどこでこうインにつくとか、ここで倒すみたいなのを目印で置いててくれてて、ですごくいいですね。乗りやすいです。で、もう一回ストレート戻ってきて、あと1分ぐらいなんですけど、この後2コーナーの出口でゼブラを踏んでしまいますすごい怖いんですよ、ゼブラ踏むと。もう、あー、やだやだやだみたいな、もうつるんとかなりそうなんで、もうやだやだやだとか思いながら踏んでます。心の中でやばいやばいやばいとか思いながらこの後です。ここですね。はい、踏んだ、これだ、ガタガタってなりますね。これ怖いんですよ。今ここのストレートは私はまあ今150キロぐらい頑張って出せるかなぐらいの感じですね。じゃあそれじゃあちょっといいなと思った方は高評価を押していただけると幸いです。でチャンネル登録の下のボタンからお願いします。それではまたお会いしましょう。パルパルでした。バイバーイ。